にちは、長野インターネット放送局と申します。こんにちは。よろしくお願いします。今日は長野県は長野市に来ております。はい、今スタジオでちょっと収録音があったんですけども、何の収録だったんでしょうか。そこの代表されてます、方3人来ていただきました。はい、一言はい、ご紹介お願いします。はい、はじめまして、長野県ストリートダンス普及協会の代表理事を務めさせていただいております、プロダンサーのちびゆりと申します。ちびゆりさん。ちびゆりです。何て言ったらいいんでしょうか。はい、ちびゆりで大丈夫です。はい、はい、僕も、同じくですね、理事を務めさせていただいております、チョッパーと申します。よろしくお願いします。そしてこちら、はい、同じく理事を務めさせていただいてます、あずさと申します。よろしくお願いします。はい、そうなんですね。ストリートダンスっていうことなんですけども、はい、一言で言ってどんな内容なんでしょうか。ストリートダンスというものは、よくこうテレビ番組の、まあ、後ろとかでバックダンサーが踊ってるような、いろいろなダンスなんですけれども、はい、そのダンスの中でもいろいろなジャンルに分かれております。で、私たち3人がやっているダンスも、ちょっと一概にこう言えなくていろいろ分かれているんですが、例えば、私だったらロックダンスという手をくるくるさせるダンスをしています。はい、ショッパさんは。僕はブレイクダンスいってくるくる回る、よくなんだろう、テレビとかでやってると思うんですけど、はいはい、くるくる回るやつ、はい、をやっております。それがブレイクはい、ブレイクダンスっていうと本当に今おっしゃったように、はい、くる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 回っちゃって目が回らないのかなってちょっと思っちゃうんですけど、はい、あれはもう本当訓練でどうにでもなるので、うん、まあ文字通りストリートダンスなので、ストリートで生まれたダンスなんですよ。なので、こういうスタジオとかで踊り出してるのも、最近の話で、ストリートダンスっていうのはストリートで生まれてるんで、やっぱ外で踊るっていうのがメインになって生まれてるムーブメントなんで、はい、まあ、やっぱりそういう環境で踊るっていうのは僕たちとしては普通で慣れてます。はい、なるほど。そしてこちら、はい、僕はですね、ヒップホップダンスといっても、ヒップホップダンスってこう現行のものなので、どん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 こう進化していくんですけども、いろんな種類があって、ヒップホップダンスの中でも僕は2004年の終わりに、ニューヨークで生まれたライトビートっていうヒップホップダンスを踊ってます。はい、ヒップホップなんかどう違うのかっていうところがよくわからないですけど、どうなんでしょうか。違いは、使っている音楽も違いますし、あとその、はい、そもそも生まれた場所だったりとか歴史もちょっと違うんですよね。一番、古く生まれたものがブレイクダンス、ブレイキン で、その後、そんなにそう言わないとは思うんですけど、ロックダンスがあり、で今あずさんがやられている、ヒップホップのライトフィート、うんというジャンルで言うんですか。そうですね、ヒップホップダンス自体、もともとそのお父さんみたいなダンスが、チョッパーくんが踊ってくれてるブレイクダンス、ブレイクダンスがこう時代とともに進化して今のヒップホップダンスで、ヒップホップダンスっていうのは音楽のこう上にあるので、音楽がどん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 こう広がって進化していくから、ダンスもどん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 増えていくっていうような形になってますかね。はい、そういったものをこうジャンルで分けてしまうんではなくて、こう一緒にこう盛り上げていこうっていう、はい、そういうなんか趣旨があるんでしょうか。はい、はい、そうなんです。もともと全然こうね、やっているジャンルも違うんですけれども、実は、昔テレビの番組で、我々3人とあともう一人その番組のアナウンサーの4人で、はい、長野県内の小中学校にストリートダンスを教えに行くという企画を、はい、やっておりました。でそれが母体となって、私たち3人がこう集まり、で今後もそのもっともっと小中学校の長野県の子どもたちにストリートダンスを通してこう子どもたちの心を、心の成長をサポートできるような活動をしたいなと思い、2022年の2月17日に私たち3人で、今の長野県ストリートダンス普及協会というものを立ち上げました。僕たちが一番伝えたいメッセージとしては、こうみんな違ってみんないいっていうところを一番に推したくて、何ですかね、僕たちってこう自分の姿よし形違うし、手が長い人もいれば手も短い人もいるんですけど、そういうのをこうプラスに変えていけるというか、それでもかっこいいよねっていうのがストリートダンスの良さなんですよ。なので自分がこうネガティブだと思っているところをこうポジティブに変えていくっていう力があるので、そういうのをこう小さいうちからといいますか、教育機関に僕たちが入って
ってダンスを教えることで芽生えていってもらえればいいと思ってますんで、まあ、そういう多様性ですかね、なんかそういうのにしっかりアプローチできたらいいなと思って、そういう点で盛り上げていきたいと思います。はい、学校でも授業の中にそういった体育じゃないけどダンスの時間があるってお聞きしたんですけども、うん、そういった指導も当たってるわけなんですね。そうですね、もう、県内でいうと、今年でももう5校、はい、6校かな5校、はい、回らせていただいてまして、今同時進行でめちゃくちゃ大変ですよね。そうですね、今まさに同時進行でやら1日に400人くらい、そうです、はい、もう、うん、中学生のサンドイッチをしてますね中学生教えに行って お昼挟んでまた違う中学校に教えに行くっていう、もうサンドイッチ状態。サンドイッチ状態。決意表明とかありますか？決意表明決意表明我々の決意表明というか、うん、そうですね、中学生たちの心の変化みたいなものが本当に素晴らしくて、やっぱり1ヶ月しか期間がないっていう中でちょっと今やらせていただいてるんですけど、はい、その中でやっぱりいきなりこう劇的にダンスが上手くなるっていうことよりも、はいはいはい、そのみんなの我々と出会う前のみんなと我々と出会って一緒に踊った後、そして発表を終えた後のこうみんなの心の変化みたいなものが本当に素晴らしくて、そういう部分をどん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 見つけさせてあげれるようなこうヒントになればいいなっていうこと、そして今後のみんなの人生のこう未来に少しでもこう何かお役に立てればいいなって思ってます。はい、まあ、我々が行く目的もその技術を教えるというところではなく、今2人が言ってくれたようなこう心の成長をサポートしていけるっていうことを目指して活動しております。はい、最後に、はい、ちょっと告知があるとお聞きしたんですけども、はい、2022年12月16日と17日、全3回公演なんですが、はい、私どもの方でリンクアップ新州というストリートダンスの公演を開催いたします。でこちらは一つのこうテレビ番組を進行していくような形で公演が進められていきます。で、今回ですね我々3人とあと、もう一人星谷美咲さんという、はい、キャスター役の方にも、キャストに入っていただきます。で、私たち3人の、まあ、生徒後輩であるチームも踊ったりとか、あと県内から公募したダンスチームによるパフォーマンスもあります。でなんと今回ゲストが3組おりまして、はい、16日のみなんですが、まずダパンプさんですね、うん、のお二人、はい、はい、キミさんとトモさんが来てくださいます。それから、高橋あずみさんというこれまた素晴らしい乗鞍出身のシンガーさんなんですが、この方に来ていただいて、でなんと今回の私たちの協会のオリジナルのテーマソングもこの日にスペシャルで披露していただきます。そして、ファウンドネーションというこちらはプロのブレイキンの、チームでして、何回も世界大会や、ね、数々のコンテストバトルなどで優勝されたりしている素晴らしいチームが東京にいらっしゃって、この方々も来てくださいます。行きたいと思ったらどうすればいい？はい、私たちの、オフィシャルインスタグラムのアカウントでしたりとか、あとチケットのに関しては新米メディアガーデンさんの、ウェブサイトまたは、街中情報局のプレイガイドで好評発売中でございますので、ちなみに、はい、送らないですか？はい、大人の方は4000円で、学生、中、高、大学生の方は3000円、そして小学生以下の方は1000円になります。はい、ぜひたくさんの方々に遊びに来ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。まあ、ダンスをこうやるきっかけになるために、そうですね、足を運んでいただければありがたいなと思いますね。はい、はい、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。今日は阿部さんのところありがとうございました。ありがとうございました。夢に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。